皆さん、こんにちは。このチャンネルでは、皆様の人生の選択肢を広げていただくために、お金情報や、海外生活情報を発信しています。この動画では、現在のマレーシアコロナ状況を踏まえた上で、渡航準備期間中にできること5つをお伝えしていきたいと思います。今できること。こちらですね、海外移住者、希望者、そして海外在住の方でも、対象になるかなというふうに思っております。現在、マレーシアでなくとも、各国でコロナの影響で行動規制が厳しくなっている国、地域が多いです。隣国シンガポール、そしてマレーシア、インドネシア、日本もそうですよね。私も1年近く以前のように多くの人と会うこともなくですね、お金相談というのもリモートワークで完結しております。まず今できること1つ目、最新情報を辛抱強く待つということです。政府のコロナ政策は私たちにはコントロールできないです。辛抱強く日々新しい情報を収集していくしかないんですよね。本当この人生の中には自分でね、コントロールできるもの、できないものってありますよね。このコロナ関連のこの行動規制っていうのはもう政府が決めていくわけですので、コントロールできません。今回はですね、お子さんがいらっしゃる、ご家庭にですね、このマレーシアの学校についてお話ししていきます。昨日の発表では、この MCO ですね、ムーブメントコントロールオーダー、ロックダウンの略なんですけれども、この MCO、第1段階目以外の州では、イヤー11、これ中学生ですね、を先に登校させる措置を取るとのことです。これ10月、スタートということなんですけれども、学校団体がですね、9月からの登校再開を政府に、訴えていたらしいです。しかしですね、健康と安全を考えてのことということで、政府としては MCO 第1段階目以外の州で、かつ中学生からですね、登校してもいいですよという話になっております。私の子どもたちはクアラルンプールの学校に行っております。現在イヤー2、イヤー5、小学生なので、この発表の対象外になっております。でそして登校できたとしてもですね、中学生ではないですので、年内に登校できるかもわからない状態でございます。でこちら登校できる条件としては、まずこの州ですね、が、MCO 第1段階目以外、という条件1つ、でそして、中学生からの登校が認められるようになるという話でございます。私たちの娘たちが行っている学校はですね、今月24日から新学期がスタートするのですが、漏れなくオンライン授業かなというふうに思っております。高学年のお子様をお持ちの親御さんは、授業の、内容がもう難易度を増すということで、学校に行かせたい方は多いですね。逆に小さなお子様がいらっしゃる方は、健康を第一に考えて、今後もオンライン授業で勉強してほしいというお母様方、お父様方は、多いですよね。もう本当、今でも様々な意見、というのがあります。はい。マレーシア情報を収集する際に、私が主に利用している情報源というのをお伝えしていきます。はい、マレーシア国内のコロナ関連状況が得られるおすすめサイトとしてですね、まず M タウンさん、これ日本語のマレーシア生活情報誌ですね。あとはザ・スター、英語版になっちゃうんですけれども、こちらの方も見ております。でそして在マレーシア日本大使館からのメールですね、すごく簡潔に、記載されておりまして、この政府がね、コロコロと、行動規制、というのを変えていくわけですけれども、もう翌日にはもう訳されてですね、私の、メールに来るということになります。であとはマイセジャテラというマレーシア居住者がスマホにインストールしているこのコロナ、ワクチン関連アプリ、でも情報収集をしております。はい、じゃあ今できることナンバー2、ワクチン接種を完了させるということです。このワクチン接種に関しては本当に賛否両論あります。実際にマレーシア、シンガポール、インドネシア、そして他の国ではですね、ワクチン接種完了者に対する、行動、規制緩和というのが打ち出されております。
まさにワクチン接種者と未接種者の差別がされております。徐々に生活に支障をきたすことなくですね、行動できたり、オフィスに復帰することが可能になる方向で動いております。で、こちらの、スライドなんですけれども、本日ですね、在マレーシア日本大使館、から送られてきた、要約でございます。まあ、クアラルンプール第一段階目ということで、この行動規制緩和に関してですね、いずれにおいても利用者は必ずデジタルワクチン証明書を提示する必要がありますよというふうになっています。ですので、ワクチン、接種をされていない方というのは、こういうですね、1から11、まであるこのビジネスの入店は認められないということになります。はい、でその他ですね、ジョギング、サイクリング、エクササイズを目的に、公共の公園に、行くことが可能なんですけれども、小さなお子さんがいらっしゃる方であれば、結構大変なのかなというふうには思います。はい。というのも、大人だけですね、ワクチン接種ができるわけですから、じゃお子さんがいらっしゃる、この母子家庭ですとか、ご家族に関してはですね、大人がね、こういった場所に行ける、だろうけれども、やっぱ子どもは、引き続き、おうち時間が長くなるよという話になると思います。はい。実際にマレーシア入国の際にはですね、ワクチン接種完了者を対象に自宅隔離が可能になってます。これは朗報ですね。隔離ホテルでかかる大金というのは貯金に回すことができるので、嬉しい限りではあります。はい。で、身体的にですね、ワクチン接種ができる方は、ワクチン接種完了しておいた方が、今後も海外渡航する際にですね、行動規制が緩和される可能性が非常に高いというふうに考えられます。はい。実際にですね、隣の隣国、シンガポールでは、店内飲食など、接種者と未接種者での明らかな区別、そして差別化がされているようになっています。マレーシアでもこのような動きになるんでしょうね。はい。今できること、ナンバー3です。自己投資の時間に充てる。おうち時間が増え、家の中でできる新しいことを挑戦するにはもってこいの時期だと思うんですよね。皆さんリモートワークですし、あまりこう通勤っていうのがないかと思います。ある程度体力も余っている方もいらっしゃいますので、今まで読みたかった本ですとか、動画編集スキルをアップするとか、あとは資産運用の勉強するだとか、あと海外に行くなら、英語レッスンを受けてもいいですよね。で、ツイッターやインスタグラムで渡航したい現地の方とつながって、情報交換をするというのもおすすめでございます。実際にですね、私、公式 LINE っていうのがあるんですけれども、そちらでも、コメント返し、質問返しなどしていますので、もしよければ登録してください。転職を考えている方であれば、転職エージェントさんと直接連絡を取ってですね、現地の求人状況というのを把握しましょう。本当にね、ご自身に合ったこの求人というのがいつ出てくるかわからないですので、こちらも情報収集の一つになるかなというふうに思ってます。はい、皆さんですね、いやでも1日24時間しかありません。この時間を有益に利用できたらいいですよね。はい。じゃあ次、今できること、ナンバー4。貯金を増やす。パンデミックが猛威を振るっているこの環境の中で、明日何が起こるかわからないですよね、実際に。そんな状況下で、将来の計画を立てるのは本当に困難だと思っております。で海外渡航や、海外移住を希望されている方に関しては、海外移住する際に大きなお金が動きます。例えば航空券だったりとか、家のデポジット、医療保険、の検討、そして学校へのデポジットというのもね、あります。もちろん単身の方とお子さんがいらっしゃる家族では、このかかるお金というのは、大きく変わってはくるんですけれども、国境が、あくまでですね、余剰資金がある方は、コツ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 と、ご自身の貯金を増やしておくこと、というのも今できることでございます。海外生活では、命の次に、お金が大事になってきます。私も実際に、海外生活20年目に入っております。実際にそうなんですよね。健康であることはいいことなんですけれども、本当海外でお金がないとですね、本当惨めな思いにするとか、あとストレス、というのもかかってきます。で、いつでも帰国できるように、飛行機代は常に確保するですとか、最低でもご自身、が今いただいている給与の6ヶ月分は貯金する。
とか、あとそれ以外は長期資産運用に回せる余剰資金を生み出すことが理想です。で、この長期というのは10年、15年、20年のお話でございます。やはり海外にいながらでも資産運用したい方は、個別相談というのも受けておりますので、お気軽にご連絡ください。そして今できること、ナンバー5、免疫力を上げるということです。日本では自然災害やコロナ、マレーシアでは政権交代やコロナでストレスを抱え込まないようにと言われても無理がありますよね。はい、まあ、そんな中、食事、睡眠をよくとり、適度な運動で体力をつけて免疫力をつけることによって、このネガティブ思考というのが、まあ、ポジティブ思考になる傾向があります。私もこれ実践しております。はい、ご自身が今いる環境でできることをしてみてください。ご家族やお友達のつながりを大切にしながら、コミュニケーションをとってお互い励まし合えるといいですよね。まあ、辛い時は辛いと言って、まあ、いいわけですからね。まあ、本当皆さん同じ環境にいるわけです。はい、まあ、私の、LINE でもね、まあ、ぜひとも、まあ、辛い時は辛い、まあ、嬉しい時は嬉しいということで、まあ、軽いコメントでもいいですので、はい、まあ、ぜひとも連絡してください。今回は今の大変なご時世に将来に向けてできること5つをお伝えしていきました。1つ目に最新情報を辛抱強く待つ。2番目にワクチン、接種完了をさせる。3番目に自己投資の時間に充てる。そして4番目、貯金を増やす。5番目に、免疫力を上げるということです。まあ、これからはコロナウイルスと、長期間共存していく生活が続くと思われます。まあ、そんな中、特にお子様がいらっしゃる方は家にこもりきりの生活に嫌気をさし、一時帰国されている、ご家族は多いですよね。まあ、これからもコロナに負けずと、皆様と一緒に前向きに海外生活、そして資産運用のお話ができたら嬉しいです。ご興味のある方は、LINE 登録もよろしくお願いいたします。限定お金情報や、まあ、マレーシア生活情報を発信しております。まあ、それでは皆さん、次回お会いする時まで Stay safe。 ではさようなら。